BMP、または DIV は、Microsoft と IBM が Windows と OS2 に分かれる前の OS を共同で開発していた頃に作られた画像ファイル形式。圧縮の方法についても定義されているが、Windows が標準では無圧縮のファイルを生成するため、他のアプリケーションにおいても無指定時は圧縮はされていない場合が多い。ファイル形式の細部の変更が何度か行われており、 その結果として Windows と OS に出た小ファイル形式が異なることがある。機械独立のファイル形式として設計されたため、実際に存在する画像表示装置や印刷装置が画像を髪型から処理するものがほぼ全てであるにもかかわらず、幾何学的な X 軸、Y 軸方向に座標を指定する形式となっている。その結果、画像を下から上に向かって記録する。 ボトムアップ形式となっていることが特徴であるが、後に高さに負の値を指定することで、その多大多数の画像ファイル形式と同じように画像を上から下へ向かって記録するトップダウン形式を使用することもできるようになった。しかし互換性の面から、プログラミング Windows ではトップダウン形式のビットマップの作成を推奨していない。また、 トップダウン形式では口実の圧縮をすることができない。なお、ビットマップという故障は画像データの表現方式の一つであり、本校で述べているマイクロソフト独自のファイル形式を必ずしも指すわけではない。ビットマップファイルは以下のブロックに分かれている。ダイアグ 1Windows BMP 形式の画像の構造 OS2.1OS。 2に XWindows 3.0以降 Windows 95以降採用 Windows 98以降採用ビットマフィルヘダー14バイトからなるビットマップファイルのファイルヘッダーである参考 u r l ビットマフィルヘダーに OS2 に X で使用されたファイルヘッダービットマフィルヘダーを拡張したものだがサイズは同じこのブロックはアプリケーションが画像を描画するための画像の詳細な 情報が書かれており、14バイト目から始まる。14から17バイト目は、ヘッダのサイズが書かれている。最大値は、ビットマップコーヘダー OS2 のビットマップで使われる情報ヘッダで、12バイトある。コアヘッダと呼ばれる。参考 URL、ビットマッピングフォーハダー、Windows のビットマップで使われる情報ヘッダで、40バイトある。 多くのビットマップがこの形式で保存されている。インフォヘッダと呼ばれる。参考 URL ビットマピンフォーハダーに OS2V2 以を対応した情報ヘッダである。サイズは可変であり、最大64バイト。Windows では対応していない。ビットマフ3インフォーハダーアドビフォトショップで使用されていた情報ヘッダインフォヘッダに RGB と α 成分のカラーマスクを取り込んだ56バイトのヘッダで便宜上 V3 ヘッダと呼ばれる。アドビ社によると V3 ヘッダの使用は過去にマイクロソフトから取り寄せた文書に記載されていたそうである。ビットマフ4ヘッダ Windows 95、Windows NT 4.0から対応した情報ヘッダ、V4 ヘッダと呼ばれる。 参考 URL ビットマフ5ヘッタ Windows98、Windows2000 Windows から対応した情報ヘッタ、V5 ヘッタと呼ばれる。参考 URL 各フィールドの詳細プレーン数過去に、映画や VGA ディスプレイカードで使われていた概念で、現在は全く使われない。この概念が使われていた頃は、実際の色振動を1ピクセルあたりのビット数、プレーン数で算出する必要があった。 圧縮形式1数値と定義されている圧縮形式の関係は以下の通り蒸気以外の圧縮形式は以下の通り水平、垂直方向の解像度画像の表示に適したデバイスの解像度を指定する。この値を設定することで、例えばソフトウェアが画面の解像度に合った最適なサイズの画像を選択できるようになる。色空間 V4 ヘッダで、 Win と SRGB が使用できるというドキュメントが存在する。カラーマスクはビットフィールド形式が使用されているビットマップから各色成分を取り出す際に使用されるデータである。赤成分、緑成分、青成分の順で書かれており、それぞれ4バイト、合計12バイトである。Windows CE で圧縮形式にアルファチャンネル付きビットフィールドを使用した場合は、 この後ろに、α 成分のカラーマスクが置かれ、合計16バイトになる。カラーマスクブロックは、情報ヘッダが、インフォヘッダかつビットフィールド形式が使用されている場合に、必ず存在する。V4、V5 ヘッダの場合は、ヘッダ内に値が格納されるためこのブロックは置く、必要がない。1ピクセルあたりのビット数とカラーマスクの組み合わせが、以下である場合は、 圧縮形式を非圧縮に設定し、カラーマスクブロックを省略できる。このブロックは画像内で使用される色を定義している。上述の通り、ビットマップ画像はピクセルごとに保存されている。各ピクセルは1バイト以上を使用して値を保持している。したがって、各値と実際の色の関係をアプリケーションに教えることがカラーパレットの目的である。 典型的なビットマップファイルは RGB カラーモデルを使用している。このモデルにおいて色は赤、緑、青のそれぞれの強さで表される。ジブトリプル一色3バイトで表記する形式。情報ヘッダがコアヘッダの場合のみ使用される。参考。ジブッカド一色4バイトで表記する形式。OS2 ビットマップにおける RGB にもこちらに相当する。参考。 このブロックはイメージを各ピクセルごとに記述する。ピクセルは通常左下から右下へ、これを下から上に向かって保存する。各ピクセルは1バイト以上で記述されている。直接 RGB データが置かれる場合のデータ順は上項、カラーパレットに順ずる。水平方向のバイト数が4の倍数ではないときは、 0x00 で埋めて4の倍数にする。このブロックは情報ヘッダの色空間がリンクの場合はカラープルファイルデータのファイルパスが窓の場合はデータそのものが格納される。ファイルヘッダのオフセットの値によってはビットマップデータよりも前に格納することもできる。プログラムで BMP 画像を平易に扱うためのライブラリーも数多く存在している。 サードパーティー製のライブラリーに関しての各詳細は外部リンクの項に記載している。ありがとうございます。